世話になってます、ケイコです。今回は先日放送されたテレビアニメ呪術廻戦18話、本編では伏黒対鴨則俊のバトル、犬巻の呪言、花見の乱入が起こる注目回、18話ラスト花見のセリフで人間を襲う理由として汚れた森や海、大地、すなわち星を回復させたいという自然環境を大事にしていることが判明しましたが、今回の呪術散歩の内容もそれに少し関連した話でした。セーラー服を着た花見山人、そしてダゴン、まずこのシーンだけで衝撃を受けました。そしてやんちゃ系男子ジョーゴン、花見は机で泣いています。真人曰く花見が泣いている原因はまた花見の花壇を燃やしたからという衝撃すぎる理由、またという言葉的にこれが一度目ではないようです。真人はジョーゴを締めることを提案します。私の彼氏の先輩がさ、マジこれだからと話し、自分の顔の傷を刺しました。普通指で傷を作りますが、真人にはその必要性はありません。花壇を見て落ち込む花見、しかし土を見てあることに気づきます。それは焼き畑されていること。焼き畑とは畑をあえて燃やすことで豊かな土壌にする伝統的な農業の方法なんですけど、情報が畑を燃やしたのはいじめたいからではなく優しさからでした。不器用な男の優しさ、それに気づいた花見、二人の間には艶っぽい時間が流れます。以前五条がセーラー服を着るといういろんな意味で話題になった回がありましたが、今回は見た目やきっかけはあれですけど、中身は学園系ラブストーリーの王道でした。芥見先生本当に何でも書けるんですね。ここからは話半分で聞いてほしいんですけど、先ほど述べた通り十三歩で五条や犬巻が野原の学生服を着たことでプチ炎上したことがありました。そして今回は勝手にではありませんが、特級呪霊がセーラー服を着ており、上皇が畑を意図的に炎上させています。似たような設定で炎上がキーワードになっている。メタ的に考えたら以前のプチ炎上に対するアンサーソングじゃないですけど、芥見先生自身がネタにしている感もあるのかなと考えてしまいました。まあ深読みしすぎかもしれませんけど、皆さんはどう思いますか？仮にもしそうなら、芥見先生の攻めた姿勢が僕は大好きです。まだ登録されていない方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。動画が良かったらグッドボタンもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ほんじゃあね。